なまんだ、危なまんだ、危なまんだ、危なまんだ。こんにちは、着是心です。この前は阿弥陀様からの言葉ということで、2人で1人、1人で2人というようなお話をさせていただきました。今日はちょっと同じようなものがまたあったので、4つですね。この4つを悪というですね、ここにも悪名一代って書いておきましたけど、これは勝新太郎さんっていうね、映画俳優さんがもう亡くなられましたけど、悪名一代っていうシリーズもので、十何部ですかね、映画を作られたそうで、当時有名になったんですけれども、これは大谷大学の廣瀬隆先生っていう方も亡くなりましたが、その方がご法話の中でですね、悪名一代っていうすごい言葉がありましてねって言ってですね、紹介されて、私は初めて聞いたんですけれども、映画は見たことはないんですけれども、なんていうんですかね、悪というあいつは悪いやつだっていうんですけれども、なんか最後はですね、いいことするというのは、何が悪だか何がね、善だか分かんないっていうのはことでありましたけれども、主役が勝新太郎さんでね、座頭市みたいなもんでありますから、漢字が大体ねお分かりいただけるんじゃないかと思います。私は見てないのではっきりは言いませんけども、なんかあらすじちょっと見たらそうでしたね。それで、ちょっと読んでみますと、72が人の顔色ばかりうかがう性格が幸いし、ついに阿弥陀様の心までわかるようになってしまった。短所が長所になるとこの時初めて知った。これゆっくりねやろうと思ったんですけども、なかなかね、短所と長所という言葉検索してみたらなかなかなかったんで、これは一つあったんですけどね。私は阿弥陀さんと戦ってきた。何世代にわたって戦ってきた。遺伝子レベルで戦ってきた。生死をかけて戦ってきた。戦い終わって私は完全降伏した。全面敗北だった。そして私は信じた。お互いに命をかけて戦ったから、今では相手の長所も短所も分かれ合える良き戦友のような間柄になった。戦友じゃないですよ、あちらが偉いんですよ。だから相手から信じられ、愛せられ、尊敬されるから、私も信じ愛し尊敬もできる身になったのであるということですね。やっぱり長い間お手様のですね、お念仏ということと心にちょっと気づかせていただきますとね、今に始まったことじゃないなと思うんですよね。お釈迦様の時代にもね、多分仏典があって、お念仏を聞いておったんでしょうね。ゴキブリかミミズかアリか分かりませんけどね、何が何だか分かんないけど、お釈迦様がね、生阿弥陀仏ね、言っておられたんじゃないですか。それをね、どっかで空耳で聞いておったんですよね。それが生まれ変わり生まれ変わりしながらね、日本にまた生まれて、お念仏の本当の心にね出会ったというようなことがね、物語としてですよ。それ魂の何とかかんとかってんじゃなくてですね、物語として今すぐれてみれば、2500年前のお話もね、お釈迦様の話も親鸞聖人の話もそういうことなんだろうなと思うことがあるんですよね。ですから、仏さんの場合どうなんですかね。仏さんにとって私たちの短所長所っていうのは関係ないんですよね。だけれども、なんかその世の中をですね、うまく渡っていく人よりも渡れない人ですね、ぎこちなくつまずきながらですね、涙ではでじゃなくてですね、涙も流すけれども血も流すと、心の血を流すというようなところに、仏様は目が行く、言ってるのかな。弱い子供の方こそお母さんがね気にかけてる、目が離せないというようなところがね、なんかあるようなことなんですよね。ですから、私も別に、
人の顔色ばかり浮かぶ性格になりたいと思って生まれてきたわけじゃないわけで、そういうふうにこうなってきたわけですよね。環境と心境と社会とね、性格もそうでしょうけどね、そんなものが形づけられた。ですから世の中でね、うまくいって生きていかれる方もいるわけです。仏様の教えなくてもね、幸せだという方いますかね。ただ仏教ではあんまり世渡り上手な人はね、世知弁相というね、ちょっと嗅ぎませんけれども、世の中の知恵に長けているというですね、悪知恵とは言いませんけれども、あ、こうやればこうやればこうやればって、ね、とにかくもううまく世の中を乗り切って仕事もね、もううまくやってね、いくという中ではですね、よっぽどのおつまずきがなければ仏の教えに帰依するってことはないって言うんですね。まあですから短所がね、長所になる、長所が短所になるというようなこともね、あるんでしょうね。まあこれはこれでまだ一つなんですけれども、あと二つ三つ悪という言葉ですね、全部くぐれたので、次だけちょっと三つちょっとすり言いますが、この世には阿弥陀様の子供だけがいる、悪い人は一人もいないという世界を持ちながら自分は罪を作り続ける悲しさというのが一つですね。次が、74が阿弥陀様の目から見ればこの世に悪い人は一人もいない、しかし自分が一番悪くないと思っている人が阿弥陀様から見たら一番の悪人になる、この自覚があれば善人のままでいい道が開かれる。で次75ですが、この世に本当の悪人はいない、俺が一番の善人だと思っている無自覚な悪人がいるだけだ、自分がその悪人と分かればそのままで生かされてきた阿弥陀様のご縁がありがたくなり残機の念に包まれるとですね。まあ、ここまで、3つですけどね、4つですか、4つこうまとめて悪ということでね、少しお話しさせていただければありがたいなと思うんですね。で前もこれお話ししたことあったと思うんですけどね、京都に龍谷大学ってのがありまして、西本願寺のね系統の方の総合大学ですよね、大きな大学です。それと東の方は大谷大学って言って、まあこれも宗門大学で清澤満師っていう方が開かれたね学校があるんです、大学がありますね。その西の方の信楽武丸さんという方が先生が学長3期ぐらい務められたんですかね、私も直接ああ素晴らしい先生いるんだなといらっしゃるんだなと思って、もう亡くなられましたよ、ね、この前残念なこと亡くなられましたけども、京都でねサマースクールみたいなのを2泊3日ホテルとかでやっておったんですね。自由参加できたもんですから、ホテル代と研修費ですね、研修費は下がったですけどね、ホテル代の方が高かった覚えがありますけれども、まあ3回ぐらい京都まで行って、お話をね聞かせていただいたことがありました。まああの先生ですからね、まあ、お話になることが全部まあ本になるんですよね。ですからもう聞かなくても本読んだ方がいいのかなという気もしますけども、やっぱり肉声でね先生の話は聞けてないんですよね。とてもねいい先生で、最後にね講義の3日目にはお昼頃終わるんでしたかな、一人一人にねこうご挨拶されるんですね。まあ、昔はこう握手しておられたそうですけども、いや私の時はね挨拶されよくねお聞きに来ていただきましてありがとうございますというようなことをね、参加者がね60名か70名だったんですかね、大講堂みたいなところでねやるんですけど、お一人お一人に挨拶されるんですね。はあと思いました。まあ、お釈迦様もね、増谷文雄さんの本でしたかね書いてましたけども、お説教が終わるたびにですね、聞いておられるお弟子様に私は今いろいろお話ししたけれども間違っているところがあるかもしれないのでどうか間違っていたら教えてください、よろしくお願いしますって言って、まあ、お話を終わったってんですね。はあ本当かなと思いましたけどね、お釈迦様がね自分よりっていうかお弟子さんたちにですね頭下げるんですね、間違ったらとかあったら教えてくださいって。はあ、お釈迦さんに頭下げられたらねどんな気持ちするかですね、いやいやいやまあね何も質問なくても、ね、まあ間違ってることなんか言うわけじゃないですけどね、
まあ偉くなると実るほど神戸の下がるいな方かなって言って、ねえ、偉くないものがね、偉そうにしてることでありますけれども、実ると本当に頭下がってくるんだなと思いましたね。まあ、それでその話長くなりましたけど、その信楽先生はいろいろな本出されてですね、まあいろいろ有名な方でね、まあ本読んでいただければ一番いいんですけど、いろいろ難しい親鸞の死の研究ですね、本とか虚名心象とか歎異抄、ほとんど五和さん本になったんですかね。私は五和さんの時にとかで、ね、行ったんですけども、孫悟心臓面貌とかですかね、ああいうものもお話してる時に行ったんですけど、五和さんもねお話しなさっておられたんですが、その中で、先生は実は日曜日なんか次1回ぐらいですかね、京都の六角会館というとこご存知ですかね。親鸞上人が六角堂で参籠したっていうのがありましたですよね。あそこの六角堂の向かいにね、六角会館ってあるんですよね。伝道ね、伝道場、説教所があるんですね。そこでお話しされたものが本になっておりまして、まあ私読んだのは彼岸の心でしたがね、2、3冊買って1冊500円のね薄い本なんですけど、一般向けに分かりやすく書いてあってですね、ああいい本だなとか、で僕もだけれども、もう原文とかですね資料には忠実に書いてますからね、しかも読みやすかったんですよね。実に、お寺でね小本さんにお話しする時にはそれを参考にさせていただきましたけどね、分かりやすいです。でその中にどんな何のお彼岸でしたかね、まあ、話があちこち行きますけども、その中に信心の逆徳の仕方みたいなこともね最後に書いてあったんですかね、お彼岸の心の最後ですかね、良き死につくこととかですね、あるいはまあ毎日やっぱりそれなりのね、仏法の勉強するとか、あるいは何て言うんですか、実際にねお経あげるとか、するということです、念仏するとかっていうようなこととかね、5つ6つ書いてましたよね。まあ、六角会館にね電話かけて私も本取り寄せたんですけど、今売ってるかどうかね、在庫あるかどうかは分かりませんけども、ひょっとしたら信楽高丸先生のですね講演集みたいのがあれば出てるかどうか分かんないですけどね、それに載ってるんじゃないかと思うんですけどね。それで話が一番痛かったのは、もう本当これも記憶がなくなって、本もねどこに行ったかもうほとんどなくなりましたんでね、それで、資料を探せなくなったんですが、記憶で間違ってるかもしれません。先ほどちょっとネットで調べたら、悪太夫とかですね悪太郎だとかっていう言葉を調べますと、やっぱりそういうその肩が源でしたかね、源平合戦の時ですかね、そういう悪源太っていうんですか、そういう方がいらっしゃるんですよね、同じような名前がね。だけどその方と同名と同じ方なのかどうかわからないですけども、私はその信楽先生のその本の中ですね、お彼岸の心だったのが別のね黄色い表紙のね、こんな薄いちっちゃい B5 番っていうんですかね、小さい本120ページぐらいの本でしたけどね、ちょっと自信がないです。ですけれども、その中にですね、悪太夫だか悪源太か、悪という名前のついたですね登場人物があって、それを先生紹介しておられるんですよね。なんか歌舞伎の方でもね、なんかそういう方がいらっしゃって、お念仏にご縁があったという話が書いてあるんですけどね、その方のことだかもしれませんが、実は四国ですね、確か四国に、そういうその毎日ね、でまあ子分を連れてね悪さをしておる人がいたってね、お侍さんがね、昔あんなのあったねお侍さんだったんでしょうけども、もう村をですね荒らして歩いた、鳥とかですね獣だかをもう殺して食ってですね、まあ、刀に血のりがいつもついてたというようなことで、もう嫌われ者だったんですね。その人がある時、山を降りていく時でしたかね、
子分を連れて山を降りていくときに、そのいわゆる僧堂といいますか、小さいお寺さんがあったんですよね。そこでお嬢さんが念仏のね、お説教しておったんですね。そして聞くともなしにその前を通ったときに、どんなものでも救われるという言葉がね、ピッと聞こえたって言うんですね。えっ聞こえたんですね。聞こえる時には聞こえるんですよね。聞こえない時には聞こえないんですけど、なんか心に引っかかったんです。それでちょっとしばらく止まってね、気取った外からね。そしたらなんかいろいろ念仏の話してね、どんな悪行をしたものでもね、阿弥陀様はお救いなさるのだって、その漏れないのだって言った時にですね、その悪太夫でしたかね、悪太郎でしたかね、刀にですね、こう塚がありますよね、こう刀持つところですね、そこのところにこう手をかけてですね、ダザザザッとこうそうとお寺の中に入っていってですね、そしてもう刀をパッと抜いてですね、そのお嬢さんの、ところにですね、刀をこう突きつけてですね、坊主、お前に言ったことは本当かって言ってですね、もう嘘だったら殺すぞということでね、もうカッと目を見開いて、まあ踊り込んだんですね。まあもちろん子分もね、ダダダダッと言ったわけですね、親分に、ね、何があったら困る。そしたらまあ聞いてる人もね、わーってみんなもう腰抜けてしまったんですけども、一番腰抜けたのがそのお嬢さんですよ。どうしようと思ってね、でもね、そのお嬢さんは慌ててました、あと慌ててびっくりしましたけどね、まあ、腹が据わってたんですかね。おい坊主、お前に言ったことは本当か、どんな人間でも救われる、救うっていうのは本当かって聞いたんですね。そしたら、救われる、救われると、どんな人間でも救われる、そしたら俺でも救われるかって言ったら、救われるって言ったんですね、一生懸命ね。そしたらなんかその、まあ、自信なさげに言ったんでしょうけどね、本当に聞こえたんですね。そしたらね、次ですね、じゃあお前の言う救う阿弥陀はどこにいるって聞いたんですね。それで、なんて言う、いや、お前阿弥陀に会ったことあるのかって言われて、いや、ちょっと、もうちょっともしかせんなことでもいいかもしれませんけど、じゃあ阿弥陀はどこにいるってこう聞いたんですね。まあ、とっさのことで刀をね、ここにバーッとね、多分もう胸元にね、切っ先がついてた。下手なこと言ったら殺されますからね、嘘、そういう時って人間って、嘘つくんですかね、つけるんですかね、つけないんでしょ。その所作はね、立派だったっていうか、どうか人間校長って言ったらかもしれませんけどね、西にいるって言ったらね、西にいる、最高10万だこと、西にいるって言ったらね、本当かって、まだかってこうって、もう切ないですよね、死ぬかどうかですけどね、お所作も命がけです、どっちも命がけになっちゃった。そしたら、本当だね、本当だってこう言ってですね、もう命がけのやり取りですよ。美味しいからのすけじゃないですけどね、あの人はヒルアンドンと言われてね、何聞かれてもね、あは、はいはい、おっしゃる通りでございますってなんだあいつは、いつもぼーっとしてるって言うんだけれども、大事なことはね、ちゃんと聞いて、まあ当て打ちもするんでしょう。だけど人が評する、人が評するにはあいつはね、大きな金なんだ、叩く人の力によって大きくも響くけれども小さくも響くんだって言うんですね。まあそれで、悪元太ですかね、その侍がですね、よしって言って、その場でですね、元取りを切ったんです、バーンとね、ちょんまげ切っちゃったんですね。今から俺坊主になるって、すごいですよね、その勢いったらね。そして子分たちを解散させて、俺は今から坊主になると、今から阿弥陀さんに会いに行くって言ってですね、パッと切って、もう自分の財産全部分けて、全部衣を脱いで、あ、衣っていうか、あの侍の衣装とかですね、刀も全部捨てて丸裸になって、そして坊主の格好をしてですね、そして、まあ、わざかばかりのね、食料を携えて、じゃあ俺今から阿弥陀に会いに行く、西に行くって言ってですね、歩き出したんですよ、その時から。ぐず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 ね、いやー、お浄土というものは一体どこにあるのだろうか。
新州政っていうのタイムロジックに書いてあるそうだ。本当にあるんだろうか、一応確認してから行こうかって言ってね、ナビゲーターもないのにどうやって行くんだってね、すぐこっちの方で考えるんですけどね、その方は考えなかったのに、行く、会いに行く、今西田さん、はい、よかったって。で、さささっともう歩き始めたんですね。そして昼も夜もね、命がけですわ。西の方に行ったんですね。まあ四国ですから、こう瀬戸内海の方でしたね。瀬戸内海にこう抜けるんじゃないかったんですか。海の方に行ったんですね。でも背もこもちょっと突き果ててしまったんですね。それでも、もう海岸まで来た。海岸まで来たらですね、もう行けないじゃないですか、船もないからね。そしたらその松の木の上に登ってですね、おー闇だー、おー闇だーってですね叫んだって言うんですね。そして、後からね、その阿弥陀に死ねるって言ったお嬢さんが追いかけてってですね、もう心配になったんですね。もう言った以上ね、全知識ですからね、責任取らなきゃないように言ったんですね。そしたらその何日後かに行ったんですよね。そしたら、ままあ、そのはっと見たら、その松の木の上でね、その人死んでたって。そして九時元見たらね、ここからハスの花がね一輪咲いてたっていうんですね。まあ、そういう話を、信楽先生がね紹介しておられましてね、難しいことは分からないけど、そういう話は今でもちょっと断片的ですけどね、細かいことは忘れましたけど、そういうことはちょっと覚えてたんですね。はーと思ってね、そういうことなんですよね。だから悪いことの限りを潰して、何が潰して潰してねやれっていうことじゃないんですよ、ね。悪名一代の勝新太郎さんのようにですね、悪いことやってもなんかね、最後に、いいことやるようなことをねやる人もいるんですよ。だからそれはご縁なんじゃないかと思うんですね。ですから善人なおもて往生とも言わん役人をやってね、親鸞聖人の言葉がありますけども、あれは仏様でね救われたから自分は悪人だと思って言っただけの話ですよね。でその、まあ、何を言わんとしたかちょっと忘れましたけども、だからその悪ということで、ね、悪ということも悪元太でしたらね、本当に嫌われ者ね、もうあいつの顔見たら怖いって、何されるか分かんないってみんなね恐れをおののいて隠れてたんでしょ。自分でもそういう自覚はあったんじゃないですか。だけどそれ面白がってね、もう力でね、刀でもうよかろうが悪かろうが俺がねうまいもの食えばいいんだ、そのためにはね、農民だとかね、漁民が困ろうがね、困ったことに対してね、そんなことはどうでもいいってね、挙句の果てはお嬢さんまで殺そうとしたわけですよね。下手なこと言ったら殺されてるんですね。本心出ますからね、お嬢さんでもね、まあ、出ない時もあるかもしれないけど、いざ切羽詰まって「おい!」ってですね「極楽どこだ!」って「念仏してみろ!」って言われたらですね、はあ本当の念仏してない人は出ないと思うんですよ、ね。極楽どこだ!」って言われたらですね、分かりませんって信じてないから言えないんですよね。切羽詰まったら多分ね、あのお嬢さんだから言えたかもしれないですよね。私だったら腰だけで、命だけ助けてください、そっちの先になってから、その時には私はもう殺されてますよね。まあ、お嬢さんも命がけだけどね、悪元太さんでしたかね、名前ちょっと忘れて申し訳ないですが、その悪いやつも悪者もですね、命がけだったんですね。なんかやっぱり、今思えば、心にね、悲しい人のこと悲しませてるなというかね、辛いなというかね、理由があったんじゃないですかね。まあ、全部理由挙げでね許してればそれはね、罪は何も誰もなくなりますけれども、やっぱり世の中なんでね、そうはいかないですよね。でまあその方は、まあ、宗教的な面から見て、そして、西の方のね、それこそ瀬戸内海の方の海岸に行ってですね、松の上で亡くなってた、クジガラハスの花が出てたって、非常に象徴的なね
場面でお話が終わっておりましたけどね、そういうことじゃないんですか。一生悪者なんですよ。だけども悪者の口からね、念仏が出ることがあるんだって、そういう不思議なことが起こるんだって言うんですね。そういうのはその矛盾したことがね、現実に私たちのところで起きてるわけですよ。そういうようなことを、ここにちょっとね書いてあったんですね。ですから、前もねこの悪ということについてお話したことあったような気して、もう忘れちゃったんですね、すいませんけどね。だから親鸞聖人は「歎異抄」でしたかね、五条でしたか、あそこで親鸞は善悪の二つ総じてもって存知せざるなりっていう言葉が書いておられましてね。いや親鸞聖人だってね、善悪なんて分かってますやんな。何したらいいのか何したら悪いのかって知ってますよ。戒律を守ったりですね、世の中のルールを守ったりして生きていくのがね、人間にとっての大事なことですけども、ただ仏教の上での戒律を守って良いことをして悪いことをやめましょうという、その戒律自体に自分がこう引っかかったわけですね。シャミの十戒とかですね、在家の五戒とかですね、神喰の三号というところで、形だけじゃなくてですよ、心の底まで本当に、摂生してないのかって、心で、邪淫をするなって、もちろんお嬢さんは結婚しちゃいけないですよ、だけども心の中で邪淫をしてないのか、キリストさんにそういう話あったじゃないですかね。なんかそういうその商売してる女の人に対してですね、心で一度でもこの女を犯したことのないものは石を投げろって言ってね、キリストさんが言ってましたよね。で心の中ではね、神様仏様にですね抗弁できないものを持ってるんですよね。そういうようなところを言えば、親鸞聖人もですね、いや社会的な善悪は分かってますよ、だけれども仏法の上においては私は、悪と言わざるを得ないと、ことがあったんじゃないですかね。ひょっとしたら親鸞聖人もその今ね紹介したお話もね知っておったんじゃないですかね。平安時代ですからね、鎌倉にかけてですから、当時は非常に多くのね、仏教文化というものが花咲いた時期ですから平安時代のそういう文化も引きずりながらね、多くのことを親鸞聖人は突破されてですね、読みこなされておったと思うんです。ただそういうようなものをね書かないだけだった、書いたものはああいうものだけですよね、立派なものですけどね。だって摂取者ということもね、逃げるものを追えると、追いかけて捕まえるというようなことが比喩言ってますよね。ああいうところになんかね、やっぱり、世間の人のね、分かりやすい言葉でね教えてくださってるんだなということを思うと、やっぱり具現化でしたかね、そういう話も聞いてるわけですよね、多分ね。そういうようなことで、親鸞聖人も分からない善悪ですね、阿弥陀様にしか分からない善と悪っていうのことであればですね、私には当然善も悪も分かりませんと、私もですね仏さんしか分からないのに私分かるわけないということですけれども、人間の世界ですからね、悪名一代とかね、悪源太さんみたいな話もね出てくるわけですよね。で親鸞聖人のそれで話長くなんでもやりますけども、多分2回ぐらいになると思いますが、悪ということについて、これもねブログに書いたのがあったんで、ちょっと聞いていただければありがたいなと思うんです。これは「歎異抄」の真宗聖典ね、東本願寺の640ページの五条という最後のところですね。聖人の背には善悪って言うんですけども、こちらの仏教の場合は「ん」ってついた場合はね、ちょっと変に読むんです。善幕って悪じゃなくて魔になっちゃうんですね。同じことです。善幕の二つ総じてもって存知せざるなり、そのゆえは如来の御心によりと
御心によしとおぼしめすほどに知り通したらばこそ、良きを知りたるにてもあらめ。阿弥陀様がね、最後の最後までそのあなたの声は正しい、絶対どこまでも間違いではない、どなたの一人も傷つける言葉ではないっていうようなことですよね、行為もね。そこまでね、私たちも分かるんであれば、如来の足と尾を示すほどに知り通りたればこそ、悪もそうだってね、悪もずっと徹底してたら、本当にね、悪だっていう純粋な悪ですね、純粋な善、そういうようなものを阿弥陀さんしか分からないだろうって。私は善になったり悪になったりしてですね、そういう人が評価したりですね、評価しなかったりするようなところの悪ではないんだとね、如来様の善悪っていうのはもっと徹底して厳しいのだっていうんですね、心の天秤なんだってね、地獄の上張りの鏡に照らしての善悪だっていうようなことなんでしょうね。その足さを知りたるにてもあらめども、煩悩具足の煩部固く無常の世界は、よどぞのことを皆もって空ごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておわしますと。難しい解釈がいっぱいあるんでしょうけども、そういうことなんですね。世の中は今言ったようにコロコロコロとコロとね、個人の善幕もあるいは社会の価値観もね、善幕も変わる。戦争してる時にはね、多くの人を殺せれば勲章もらえる。だけども平和の時になったら一人殺したらね、もう最高刑求刑されるっていうようなことあるんじゃないですかね。まあそれは状況設定が違うっていう、そうだけど、だけど人を殺すことについては変わらないじゃないですかね。だからそれ人間が勝手に良かったり悪かったりっていうんでしょ。そういうようなものはやっぱり違う、一つの命には違いないっていうとこから見れば、やっぱり人間のその善悪っていうのは変わっていくということですよね。だからあるいは主義主張によっても違いますよね。何々主義のもとではこの人たちはいい人だ、この人は悪い人だって言うんじゃないですか、ね、自由主義ではこの人たちはいい人だ、この人たちは悪い人だって、まあ、そういうふうにもう分けで考えた方が私たちは分けやすいんですよ、ね、だから人間が一番あの人はいい人だ悪い人だって言うんですよね。人間にいい人と悪い人がいるんであったら、同じ動物のライオンにもいいライオンと悪いライオンがいるんですかって話ですよね。この前気が付いたんですけどね、悪い犬とかいい犬とかいるんですかって、それって人間が決めたもんでしょってね。噛みつく犬って言いますよね。ところがそれにアメリカの女の人のハイジさんっていう方が、なんかね、犬の心の分かるね、ハイジさんがね、前も言いましたっけ、その方が犬の声を聞くっていうんですかね、そうしたらはとっても寂しかったっていうんですね、捨て犬にされて、今度またその犬を拾ってきた人がですね、その犬にね、断りなくどっか外国に3年ぐらいいたんだって言って、帰ってきて、かわいい、また帰ってきてって言ったらガバッとかじったってですね、そしたらそれ私のことを裏切ったじゃないか、理由も言わないで何で言ったんだって、もう噛みつき犬になってたっていうことがあったそうです。だからもともとはね、顔が可愛がって可愛い犬だったんですよ。その時はいい犬だって言うんですよ、私たち。ところが噛みつき出したら悪い犬だって言ってですね、それってね、人間の、ね、都合じゃないですかね。だから害虫もそうですよね、雑草もそうですよね。もともと雑草とかね、害虫っていないんでしょ、あれ。だったら人間も害人とかね、善人とかですね、いや、良い人とか悪い人っていないんじゃないかと思う時があったんですね。ただ今はこういう社会体制の中でですね、今の民主主義の中ではいいこと悪いことありますよ。あるいはまた旧ソ連時代にもですね、いい人悪い人ってのあったでしょ。あれ、政府に反対する人たちは悪い人ね、自由主義では政府に反対する人はいい人とかね、まあ、いい人とか悪い人っていうことは誰が決めるのかね、それは分かりません。だけどその時代その時代によって変わってるということだけはね、違いないじゃないですかね、ということちょっと思ったんですけどね。まあそういう中で、念仏だけはね、唯仏是真、世間故家唯仏是真という、聖徳太子様のね、1200年前ですかね、あれ変わらないんですよね。
そういうようなことで、その変わらないものから私たちは今の私を見、世の中を見ていく知恵っていうものをいただくことによって、何が本当に正しくて悪いのかっていうようなことを、ね、徹底して考えていくっていうことは、教えられるっていうことはあるのかなっていう気がしますよね。次は、親鸞の言う悪人とは、宗教心に目覚めた、本来の人間性に目覚めた人を言うのだと思う。宗教心とは人間のみならず、生き物すべての命に共通した広大無辺な精神空間を占める公園のようなものだ。広場でもいいですけどね、国でもいいんですが。だから自分で自分や他のものを独り占めしない自由な人のことを言うのだと思う。本来の宗教心とは誰のものでもなく、どこにも偏らず、いつでも働いている自由な精神空間にあるものなのだ。その中に私たちは命をもらったのだ。誰のものでもないが、みんなのものなのだ。そうだな、空気のようなものかな。空気はみんなで作って、みんなで利用して、みんなが生きる基本なんだが、それ自体誰も束縛はしないのだから、それに生かされていることさえ私たちに気づかせさえしないのだから、多分一番偉いんだと思うということですね。まあ空気が仏様みたいなもんだって変な話ですけどね。まあですから親鸞さんの言う悪人というのは、逆にですね、先ほどの悪いことばっかりしてね、お侍さんが最後に松の木の上でね、蓮の花がね、比喩的な表現だと思うんですけどね、一輪ね、蓮の花が咲いてたというようなものですよね、やっと自由になったんじゃないですか、全幕の束縛からね、解き放たれて。やっとこれも俺、やっと俺は一人の人間として死ぬことができると。そういう安らぎがあったと思うんですよ。そういうのは全幕に縛られてるから苦しかったんじゃないですかね。本当であれば、ね、人のために役に立つ人間になってね、死にたかったんでしょうし、生きたかったんでしょうしね、生まれたかったんでしょう。そういう心があるからこそ、浄土に行きたいと願ったんですよね。そういうようなことがね、私たちにあるんじゃないかと思うんですね。まあ、それと似たような話ですが、汚泥の泥の中ですね。汚泥の中から蓮の花が咲く例えがある。仏という花から見れば、我々は泥以外の何者でもない。我々はそこしか知らないから、泥こそ美しいとしか 見られないし、信じられないのである。そこからしか真実を見ようとしないのである。見るしかない意識の限界があるのだ。だから花が咲いて仏の視点から我が身の泥だらけの姿が初めて見えてくるのであって、それ以前の私が勝手に知っていたとか思っていた観念的な罪悪人獣とか泥ボンブ悪人正気などという、こちらからは絶対に成り立たない視点に初めて気がつかされるのである。だから本当に花が咲くときは綺麗だけど汚いという矛盾しながら、仏と凡夫という矛盾する対立概念が我が身一つとなって成立するのである。それが阿弥陀の蓮の花が言葉になった南蛮陀仏なのである。南蛮陀仏、南蛮陀仏ってね、まあへりくつこねてやりますけれどもね、先ほどのことと一緒ですよね。泥の中に花、綺麗なね、蓮の花が咲きますという。これは前も今ね、天神菩薩でしたかね。で、ドンラン大師でしたかね。ちょっと忘れたんですけども、ああ、天神菩薩でしたかね。バスバンズ。有名なお嬢さん、七高僧の一人だったと思うんですけどね、広幸屋さんのね、漫画仏教物語というのがあったんですね、昔ね、全100巻、108巻出したんですかね。
あれ108巻かって読んだことあったんです。その中に世親菩薩でしたかね、ちょっとまだ記憶ないんですけども、インドから中国に行った時だったかな、その中国のね、王様に召し抱えられたんですけどね、まあ嫌だとかって言ったんですかね、逆らったんですかね。そしたらその王様がね、もう監禁しちゃったんですね。ちょっと有名なお嬢さんだったんですけども、お前にね、妻をもてらせてやろうと言ってですね、6人だか7人の女性をね、もうはびりつかせたんですね、はびらせたんです、それでまあその方はね、結婚、強制結婚ですよ、これね、ひどいことするんですな。それでそのお嬢さんが、だからそれでもね、仏教の伝道ということは忘れなかったの。その時に、私はね、泥の中にもがいてるようなものだった、泥の中でね、もがいて生きていくしかない、だけれども泥の中にね、蓮が咲くことがあるんだって言ってですね、できたのが、こういう言葉だったんじゃないかなということをね、なんか、ね、漫画でしたからちょっと根拠忘れましたけどね、そこで書いてあったですね、辛い思いされたんだなと思いましたね。正信玄の中にも蓮華蔵世界っていうね、言葉がありましたね。だからそういうその泥の中からね、お手の中から花が咲くって簡単に引っ張ってますけどね、そこには、ね、悲しい物語があるんだなっていうのはその時初めて分かったんですけども、そういうことがあるんですよね。ですから悪人正気とか罪悪人中とか泥ボンブってよく言いますけどね、これは自分で名乗るべき言葉じゃないでしょう、真相類列のボンブなりってね、お釈迦様が伊大家さんを言った通りね、あれは伊大家夫人の心を解放する言葉なんですよ。あの言葉を聞いて伊大家さんがですね、はっ、女王ではなかった、女王の前に一人の自分の息子を殺そうとしたですね、悪人であったっていう自覚がパッと出た時ではないですかね。だからお釈迦様、仏様の言葉だと思うんですよね。悪人という言葉もひょっとしたらね、仏様が私たちに告げてくださったね、温かい言葉だったんじゃないかなっていう気がしますよね。悪人のままでいいんだよって、そこからどっか出たいのかいってね、悪人のままでいいんだよっていうね、なんか優しさ感じませんかね。いや、私は今これ読んでてね、ちょっと感じたですね、温かさをね。不良少年でいいんだよという先生いませんよ、ね、だけどそういう先生がいたっていいんじゃないですかね。俺は不良少年すぎだって、ね、お前の気持ちはよくわかるって、俺もそうだったかっていうようなところですよ。そうなんかね、こう感動動向する、助かっていくんじゃないですかね、お互いね。次は、親鸞の言う悪人とは、真実の仏法の働きに逆らい、自己承認要求だけで生きようとするエゴイズムの怪物である私なのですと、まあ、ずっとこう悪人ということでね、診断のちょっといっぱいそこだけちょっと書いてあったんで、あの自己承認要求ってあのあれですかね、どなたでしたっけ、アドラーさんでしたか、ね、あれちょっと今日本では有名になったね、浅見先生がなんか紹介されてね、ベストセラーになったそうで、まあ、ヨーロッパとか外国の方では昔からね有名な人だったそうですけども、自己承認要求とかね、あるいは、他人の課題自分の課題っていうようなことで有名になりましたね、いろいろ例がいっぱいあるんですけど、まあ、紹介後でねまた紹介させていただきたいと思いますけども、まあ、今日はそういうようなことで、また次ですね、悪ということについて少し続けてお話しさせていただければ、聞いていただければありがたいなと思います。
ちょっと今音声掘ってたことがあれですけど、今日は聞いていただいてありがとうございました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。